こんにちは、もやしです。今回は2021私立 OB 落合博満選手使っていこうと思います。この落合選手なんですけど、皆さん使われてるかと思います。ロッテ版落合さんですね。ロッテ版落合さんはミートパワーともに86という驚異の数値を叩き出しておりまして、さすが三冠王といったステータスです。まあ皆さん、まあ解説必要ないかなと思うんですけど、一応解説しとくと、特殊能力は超広角打法、アーチと回、チャンスという、アーチ広角のバッターらしい特能となっています。超広角打法というのがミソになってまして、発動率 60% ということで、広角打法を 60% で出せるので、アーチストで超広角打法を持ってる選手は大谷さんだとか掛布さん、そしてこの落合さんといった選手が筆頭になってきますね。意外と超広角打法を持ってるアーチストっていうのは希少です。元捨ても高いので、右バッター最強と落合さんはバッティングの面では言われています。その落合さんを今日使っていくんですけど、オーダーはオール右打線で行こうと思います。それでは試合の方どうぞ。さあ1試合目先行引けましたね。お相手投手が有原投手ということで、しっかりねこのオール右打線で打っていこうと思います。やばいあちょっとまずはいこのヒットあんま良くないですね。はい、2番落合さん、さあタイピン出ましたけど、しっかり打っていきます。はい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 、もう落合さん強いからそりゃこうなりますよね。今日動画中、打席で全打席ホームラン、落合さん目指していきますねってぐらい最強選手なんで、皆さん次ね登場するときは追ってバージョンだと思うので、皆さん絶対獲得してください。これだけは取っとけっていう選手、なかなかプロスピいないじゃないですか。まあ、ピッチャーは多いんですけど、ピッチャーの球種っていうのはそのピッチャーしか持ってない組み合わせだったりとか、唯一無二なことが多いので、ピッチャーはこの選手は取っとけっていうのがあるんですけど、バッターはまあそれは割と少ないんですよね。その中で落合さんはこの選手は取っとけっていう選手に入るんで、中日バージョンより強いロッテバージョンを皆さん獲得するようにしましょう。ということで、なんか2者連続でしょうもないバッティングしてますけども、さあこの試合もう1打席回していきましょう。よいしょ、アーチスト多いんで右バッターって、こういうやっぱバッティングができますよね。皆さん土井さんとか動画で使うの多分初めてですね。実際リアタイで使った回数もめちゃくちゃ少ないです土井さん。おっと詰まってるか、詰まっても抜けるんですアーチスト。代打石井さんです。石井さんも多分動画で使ったことないですよね。さあ全出し対決ということで、すごいですね、神々しいです。はいはい、内は注意。僕自身最近なんか右バッターが得意っていうのもあって、オール右打線結構ねしっくりきてます。有原さんは多分右バッターの方が刺さりやすいピッチャーかなと思うんですけど、まあツーシームが食い込んでくる方向なんで、全然今のとこなんか嫌な感じはあんまりないですね。さあ次落合さんなんで、ホームラン以外で回していければ理想です。いや外野前進に阻まれるっていう。さあ5点取っちゃったんで、このまま反撃がないようでしたら2試合目どうぞ。さあ2試合目は高校を引いてしまいましたね。守りの方はカットしていきましょう。さあ1点取られましたけども、はい、打席数がまあなんか2打席回ったらいいよなぐらいで攻撃していきましょう。とりあえず田村さん出塁していきましょう。なんかなんですね。はい、いい能力出てますね。チャンスなしでこれだけ能力出るんで。さあ藤井選手来ましたね。ホームラン打ちやすいピッチャー来たので良きです。はい、特能がしっかり出ました。いやちょっと上叩いたかな。まあナイスバッティング。はい、
はい、いいな、よし。アーティスト多いんで、本当にオール右打線どっからでもチャンス作れるよって感じですね。あー、切れちゃうか。さあ、伊勢投手、タイピンが出ない場面での登板ですね。球種見て、はい、よし。さあ、これ2打席目あるんじゃないか、本当にワンチャン。ふざけんじゃないよ。さあ、お相手さん、モサが来ましたね。先行引けたので、この試合で2打席立たせて構成決めるホームランとか打ってくれたらなとか思ってます。落合さんです。さあ、ナイバチ、あー、ホームランになっちゃった。まあ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 、オッケーオッケーオッケー、ナイバチナイバチ。さあさあさあ、チャンスは出ませんが、はい、降格が出ませんけど、この能力です。さあ、全然逆勝ちいけますね。打球しんどるやないかい。いやー、渋っ。さあ、超えて、オッケーな、うち。いやな、うち。オッケー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 。引っ張り警戒の穴結構つけてるね。いいです。いや、もううますぎ、マジで。いや、だるー、ホームラン打たれちゃった。さあ、2点で抑えました。落合さん、1人出たら回るの確定ですね。さあ、おかわりくん。いや、きっつ。いやー、いや、マジか、きっつ。いや、マジで、きっつ、マジで。うわ、2打席目回んなかったじゃん。さあ、勝ちましたけど、4試合目いきましょう。さあ、4試合目、お相手投手が千賀さんで先行引けましたんで、しっかりね、落合さんで打っていきましょう。いや、ボールか、マジか。もうさあ、決めよう。いや、もうマジでやってる、もう下手くそすぎ俺。もう下手すぎ、マジで。さあ、しっかり落合さんまでつないでいきましょう。いやー、うまい。いや、でかい。さあ、次が落合さんです。さあ、しっかりね、田村さん、いい形でつないでいきましょう。ちょ、何してんの。いや、マジで下手、本当に下手。さあ、落合さん、しっかりね、この試合でダメ押しホームラン見せていきましょう。いや、渋もう、マジ。さあ、5試合目です。そろそろ決めていきたいですよね。はい、ナイスバッティング。さあ、チャンス来た、ここで全出しチャンス来たわ。いや、もうこれで終わるだろう。さあ、この由伸さんね、得の出てもこれです、強いです。うー、よし。あー、入らんかったけど、落合さん最強。ご視聴ありがとうございました。いや、ブーマー確定草。